皆さんこんにちは。今回なんですけれども、レイオフについて語っていきたいと思います。はい、というわけでね、今回レイオフについてね、お話ししていきたいと思うんですけれども、まあこのレイオフっていうのは、パスの出し手と、まあ受けて、このね2人の関係性、まあもっと言うと第三者のね動きとか第三の動きとか、そういったね関係性からこう成り立っていくものなんですけども、まあ今回はフォワードの選手にですね、割とフォーカスを当てながらですね語っていきたいと思っております。で、まあこのレイオフがまあ上手い選手というか、これをこう巧みに使いながら攻撃に参加していく選手って言いますと、まあケインとかですね、リーガで言うとまあルイス・スアレスとか、あるいはね、今バルサへの移籍がね、噂されている、ラウタロ・マルティネスとか、まあ、このあたりの選手たちっていうのは非常にこれが、うまくできているかなと思います。で、後ほど、ちょっと戦術ボードを使いながら、詳しく解説していきますけれども、まあ、こういった選手たちが何をするかと言いますと、まあ、その相手のセンターバックの選手ですね、をこうちょっとこう引き連れてきながら、自分のチームの中盤の選手からのパス、また手パスを受けて、でそれをね、こう落として、味方の選手がこう前向きにプレーできるようにするっていうね、そういったこうね動きをしているっていうのがあります。はい、ここからねちょっと戦術パス使いながら、まあ、ちょっとね、忙しくここ光っちゃってるんですけど、まあ、気にしないでください。はい、というわけで、まあ、この青がね、まあ、ボールを保持しているチームだとしましょう。まあ、例にとってはバルセロナですね、バルサにして、じゃあここをルイス・サイスがいることにしましょう。で、このレイオフっていうね、動きなんですけれども、まあ、レイス・サービスが、こうやってボールを受けに来て、まあ、センターバックの選手が来ますけれども、まあ、ボールホルダーの選手、まあ、例えばデヨングとかそういう選手が、こうやってボールを持っているとして、中盤のところで。で、やっぱりこう相手のプレスがね、どうしてもこうやって来ます。で、これに対して、フォワードの選手っていうのが、こうサポートに一回入ってあげて、縦パスを受けてあげる。で、もちろんね、これに連動してサポートに、このままデヨングが行くとか、でもしくはこっちの選手。ラキティチとかっていう選手がこうやっていって、一回こういうボールを受けてあげることによって、相手のマークを分散させて、プレスを分散させて、こうボールを落としてですね、この選手が、あるいはこの選手が、前向きにね、こうボールを運べる。まあ、前向きに、ボールをプレイできるようになるっていうのがね、やっぱこのスアレスの役割であって、まあ、これがレイオフってね、言われるものであります。はい、まあ、せっかくなんで、まあ、もうちょっとこうコアな話というか、まあ、コンビネーションとか、っていう話、まあ、またはこうバルサでって話をね、していきたいと思います。で、まあ、バルサの場合、一番こう特にチャンスになるのが、まあ、またそのレイオフを一番有効に、使えているっていうのが、例えばブスケッツからですね、ここからやっぱ、縦パスが入る。で、特にこのブスケッツがダイレクトで、ワンタッチでここに縦パスが入る。で、ここにスアレスが入ってきて、まあ、レイオフをするんですけれども、この時にメッシが右のウィングに入っているんですけども、こうやって入ってきて、ここでワンタッチで、落とすっていう時は、やっぱり一番バルサにチャンスになると思います。なので、もちろんそのレイオフって動きはものすごく重要なんですけれども、ここでやっぱワンタッチで入る。で、さらにここでワンタッチで入るっていうことによって、ここと、スペースと時間をうまく使って、さらにこう、メッシに、自由なスペースと時間を与えるっていうことが、やっぱりバルサにとって非常に、重要になってきています。で、メッシがね、やっぱここでボール持つと、で、やっぱここでフリーになる分ね、あの、マークとかプレスが分散されていて、で、バルサはこう、左のウィングの選手とか、まあ、左サイドの上であるとか、こう入ってきて、こうですね、打たして、もう一回メッシがもらいに行って、もらって、フィニッシュしてゴール決めるとか、やっぱこういう人ものすごく多いので、で、その辺でもきっかけになっているのが、まあ、このアンカーからの縦パス、まあ、早いタイミングでの縦パスっていうのと、まあ、ルイス・スアレスのね、まあ、レイオフって言われる動き、で、これが非常にこう、キーファクターに、ゴールに向かうときのキーファクターになっているかなと思います。はい。今回ですね、まあ、レイオフについて語りました。まあね、リース・サイスを例にとりましたけれども、まあ、リーダー・エスパニョーラで言うと、ルーク・デ・ヨングとかですね、あるいはまあ、アレクサンドル・イサクとか、まあ、またジエゴ・コスタとかもそうですね、こういった選手たち非常にこう、レイオフうまいと思います。まあ、キシゴメスとかね、バレンシアの、もうまいと思いますし、まあ、割とこう、まあ、万能型のね、フォワードと言いますか、まあ、ポストワークがこなせる。で、今のはやっぱフォワードの選手たちって、センターフォワードになる選手たちであると、それだけこう、裏抜けもできるっていうね、飛び出しもできるっていうところがあると思いますし、そのポストワークができて、なおかつこう、裏に行けるっていうところが、まあ、相手の守備陣からすると、まあ、嫌でね、厄介で、その二つができることによって、まあ、よりですね、ポストワークだったり、このレイオフっていう動きが、生きてくるかなと思います。
まあ、そのあたりをですね、まあ、参考にすると言いますかね、注目して、見ていくとですね、まあ、今ね、リーガーまた再開に向けて、動き始めていますからですね、その点、含めてね、見ていくと、まあ、非常に、有意義なものになるんじゃないかなと思います。